はい、それでは定刻となりましたので始めさせていただきたいと思います。ではちょっと接続の確認だけさせていただければと思いますので、ちょっと2になりますが名前を呼ばせていただきますので、声が聞こえてるかだけ確認させてください。福田さん、声って聞こえてますでしょうか。はい、聞こえてます。 ありがとうございます。では早速、本日もですね、少し前になりますが以前検証させていただきました笹田でございます。またちょっと機会をいただいて今日と明日、このようなお話ができればなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、本日なんですけども、後ほどまたアンケートなどもちょっと活用させていただくにあたって、このスライドというツールを使ってご説明させていただきますので、こちら、スライドというページ入っていただきまして、アクセスコードで32606と打っていただくと、こちらで後ほど私の方からアンケートを出させていただくのと、今日のご質問ですとか感想をこちらで打ち込んでいただければと思っております。講義を聞いていただきながら不明点でしたが、ご質問がありましたら、そちらにご記入をいただければ、また明日回答もしていきたいなと、今日ちょっと時間があれば今日中に、また時間がなければ明日回答させていただきたいと思いますので、気になった点ですとか、ここどうなのかなという疑問に思った点は、ご質問書き込んでおいていただければと思います。繰り返しですが、今日明日でお答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。では、早速中身に入っていきたいなと思うんですが、よいしょ、一度私の画面が映っておりますかね。はい、ということで、改めてオンライン営業研修ということで、コロナが少しずつ、収束に向けて進んできたかなというところと、緊急事態宣言も明けて、で、東京も、ようやく、元に戻ってきたというところではありますので、営業も少しずつまた元に戻ってきたりですとか、動きが変わってきている部分もあるかなと思うんですが、今回そのような中でオンラインでの営業が、私の実際に担当しているお客様ですとか、クライアントの企業様でも、引き続き力を入れていこうであったりですとか、お客様の方から一旦オンラインでちょっとお話をさせてくださいという声も上がっていますので、じゃあ そのような中でオンライン営業をどうやって使っていけばいいのかということをですね、今日はお話しできればなと思いますので、1時間ですね、お時間いただきながら今日お話ができればなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、一番最初になるんですけども、またスライドの方からちょっとアンケートを取らせていただければと思いますので、先ほどのページ入っていただきますと、今私の方から質問をちょっと投げさせていただきました。オンライン商談で今一番困っていることは何ですかという質問が、おそらく出ているかと思いますので、その中で一つですね、項目を選んでいただいて、ご回答いただければと思っております。今ですね、ネットの方でスライドのページですね、ちょっと画面戻します。こちらですね、スライドのところから今、入っていただくと、私の方から質問を投げさせていただいております。チェック式になりますので、今自分が営業の中で一番困っていることについてですね、オンライン営業で困っていることについて一つだけ、回答いただければなと思いますので、ご協力をお願いいたします。別に承認やなくても見れた、見れるよ。ご回答いただいておりますね、ありがとうございます。回答いただくと他の方のアンケート結果も見えるようになるかと思いますので、ちょっと画面を変えさせていただきます。はい、ありがとうございます。回答を続々といただいているところでございますが、今、16人の方ですかね、ご回答いただきましてありがとうございます。またこのような形でちょっと皆さんのご意見も聞きながらお伺いをしていければなと思うんですが、一応今現状で一番困っていることとして多いのが、相手の本音が見えないというところのようですね。
で、はい、続いて、今ちょうど全回答が変動しているところですが、ありがとうございます。自分の提案が刺さらない相手との関係構築がうまくいかないというところが、まあ、続いてきているというところですね。ありがとうございます。まあ、基本的にやっぱりオンライン商談の、まあ、一つのネックというか、なかなかやりづらいところというのが、まあ、相手が今自分の伝えた言葉に対してどう思っているのか、どう感じているのかが見えづらいということと、まあ、なかなかこちらの伝えた言葉というのが、まあ、響いているのか届いているのかが見えないというところで、おそらく、まあ、多くの方々がですね、オンライン営業をするにあたって悩んでいる項目かなと思いますので、ちょっとこのような形で聞かせていただきました。ご回答いただきましてありがとうございます。今のところは、相手の本音が見えないというところが一番の悩みポイントというところで、今回の研修にあたってなんですけども、1名の方のですね、営業のロープレを、ロープレというか実際の営業ですね、されているところを拝見させていただきました。なので以前お話しさせていただいたときはですね、基本的な、まあ、オンライン営業を進めていくにあたってのチェックシートをお渡しをさせていただいて、こういうところを最低限意識をしていただく必要が、これはもう統一でありますよとお話をさせていただいたんですが、今回は皆さんでもお一人ですけども、営業を拝見させていただきまして、その上でぜひちょっと意識をいただきたいポイントをまとめておりますので、まあ、より実務に近い形でのアドバイスができればなと思いますので、よろしくお願いいたします。では、ご回答ありがとうございます。また、まだ回答がまだの方はですね、回答いただければ、また明日以降の講義の中身でも使っていきたいなと思いますので、ご協力をお願いいたします。はい。ではですね、講義に入っていきたいなと思いますので、私の方からスライドを使ってご説明をさせていただければと思います。では、スライドの方ですね、こちら確認をいただきながら、伝えができればなと思いますので、ちょっとスライドが映ってるかだけ、すいません、再度ですが、確認させてください。名前が見えていらっしゃるか。で、下村さん、こちら、私の資料って見えておりますでしょうか。さんいらっしゃいますか。ちょっと名前変えさせていただきます。斉藤さん、こちらの資料見えていらっしゃいますでしょうか。Zoom だと始まってるじゃん。はい、見えてます。ありがとうございます。では、こちらの講義ですね、続きお話しさせていただければと思います。本日ですね、基本的には私の方からメインでお話をさせていただきます。質問やご不明点がありましたら、先ほどのスライドのところにですね、質問の項目がございますので、そちらで Q&A のところですね、からご回答いただければと思っております。先ほどのアンケートは一旦閉じさせていただきましたので、そちらの方からですね、ご回答いただければなと思います。ご質問いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。では、今日の中身ですね、早速入っていきたいなと思いますが、まあ、以前のお話しさせていただいた自宅で売れる営業になろうということで、皆さんご出社されたりですとか、打ち合わせ出られたりというのも多いと思うんですけども、まあ、家でも売れるような営業を目指していこうと、まあ、オンラインでも営業できるスキルを身につけていきましょうということで、このような内容をさせていただいております。でまあ、自己紹介以前もさせていただいたので、簡単にお話しさせていただくと、今、営業のコンサル代行会社を始めて、早5年というところでございます。まあ、人材会社が最初はスタートだったんですけども、今いろんな形で営業のご支援させていただいておりますので、独立してから私も今50社以上ですね、いろんな会社の営業をお手伝いさせていただく中で、オンラインでずっと営業してきておりますので、そこでの経験を踏まえながら今日はアドバイスをさせていただければと思っております。でリモートセールスの基礎ということで、これは以前お話をさせていただいた内容になりますが、今、これまでの営業というところで、基本的には相手が会社、クリニックですとか、もしくは対面でっていうことが営業の前提だったというところでございます。ただ、営業の前提が変わってきている中で、じゃあこれからどうしていくべきか、何をやるべきかということで、オンラインでの営業が必須になってきているというところでございます。で以前もお伝えをさせていただきましたが、オンライン商談の構築の考え方ということで、オンライン商談に関して
一番押さえていただきたいポイントは、オフラインで今までやってきた対面営業、営業手法をオンライン化していくという発想は一旦外していただきたいなと思っております。というのも、そもそもコミュニケーションの制約条件が非常に大きくなってます。この通信環境の中で情報を伝えていかなきゃいけない、メッセージを発していかなければいけないという中で営業しなければいけなくなりますので、もう前提が全く違う中、もう本当にステージが違うというところですね。話す場所が違ければ当然話し方ですとか伝える言葉も変わってきますので、今までの営業はもちろん大事にしていただきたいんですが、今回のこのオンラインで営業するにあたってはオンラインに特化した形で最適化とした形を目指していただきたいなというところが、今回お伝えをしていきたいポイントというところでございます。で、今回は先ほどもお伝えをさせていただきましたが、実際に皆さんの営業を拝見させていただきました。でその中で私が感じたことですとか気づいたことをですね、アドバイスさせていただきたいなと思いますので、実際に皆さんの営業の中でうまく組み込んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では早速、入っていきたいなと思いますが、まず項目一つ目ということで、商談開始前に商談準備を整えよということで、具体的にどういうことかなんですけども、今まででいけばオフラインで対面で営業するときというのは、良くも悪くも会ってからなんとかできたっていう機会は非常に多かったんじゃないかなと思います。会ってから雑談のネタを探してみたりですとか、会ってからコミュニケーションの取り方ちょっと工夫をして関係を構築していったりですとか、会ってからという形でいろいろできたと思います。それは実際オフラインで同じ空間同じ場所にいるからこそできたことではあるんですが、現状そこが非常に難しくなっている中で、今営業が考えていかなければいけないことというのはオンラインの中でやらなきゃいけないと。じゃあオンラインの中でやるべきことっていうのが、なかなかオンライン商談だけで最適化するのは難しくなってますので、事前のコミュニケーションの取り方が非常に重要になっているというところでございます。具体的に、今回の研修をさせていただくにあたって、今オンライン営業の課題ってどういうことがありますかとご質問させていただいたんですが、よくいただいたお話の中では、なかなか相手が、カメラを使って話をしてくれないと、顔が見えない中で商談をしなければいけないであったりですとか、これは他社さんでよくある話なんですけども、実際に相手がツールを使えないという問題も発生するというところです。ここにも書かせていただいておりますが、オンライン商談はツール環境依存が非常に大きい営業手法になります。なので事前の環境整備が不可欠になりますので、ぜひ商談前にですね、この環境整備の工夫というのはしっかりしていただければと思っております。なので商談の依頼をするにあたって、リンクであったりですとか商談の方法であったりですとか、あとツールの使い方みたいなことをご連絡取られているんじゃないかなと思います。なのでその際は接続先だけではなくて、しっかり接続方法も伝えてくださいというところと、これ意外とやっていない営業の方が多いんですが、事前にそのメールの中で、今回は初めての商談ですので、ぜひ顔を見てお話しできればと思っております。カメラがつながる方法で接続をお願いいたしますみたいな形で一言言うか言わないかだけでも、カメラが起動するかしないかで大きな差になりますので、ぜひですね、商談をするにあたって、商談のお願いをメールを送るにあたってはですね、カメラがつながる環境でということを一言言っていただけるといいかなと思います。またですね、商談においてなかなかアイスブレイクをしたりですとか、コミュニケーションを取ったりということが難しいケースがございます。なので、こちらの解決策としてなんですけども、自己紹介ですとか会社の紹介資料は先に入れておいていただく方が無難というところでございます。なので、コミュニケーションを取るにあたって、例えばメールの中でこれ添付資料という形ですとか、リンクで送ってしまうと見られないケースというのが非常に多くございます。なのでその問題を解決するために、画像をメール本文で貼り付けていただくと、相手が確実に見ていただく可能性も高まりますので、アプローチの手段としてそういった手法を取っていただく。なのでメールに画像をそのまま貼り付けるという動き方、やり方も一つ手段としてあるんだということを知っていただくと、相手との関係構築が変わってくるかなと思いますので、参考にしていただければと思っております。すみません、ちょっとチャットの方でご連絡お医様からいただいております。すみません、 YouTube の接続ができていないということなので、ちょっと確認をさせていただきますが、一旦、Zoom の方で人数入れるかと思いますので、もし入れない方はご案内いただくか、今ちょっとこちらクラウドで、レコーディングさせていただきましたので、再度ちょっとつながらなかった場合は、動画の方アップした形で皆さんにご共有させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっとこちらの不手際で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
では、続いて中身、続きですね、なんですけども、オンライン商談という形になっていくと、まあ、ウェルフェイスを使ったりですとか、ズームを使ったりとか、ウェアバイを使ったりという形で、ツール自体は非常に発達してきたなというのが、まあ、今の状況かと思います。ただ、まあ、ツールにとらわれすぎないようにしましょうということで、まあ、自分は、ここで、にあたっての神奈川県婦人科、婦人科神奈川県、で神奈川婦人科、婦人科神奈川、まあ、その県あり県なし。大場さんかな、大場さんすいません、見お願いいたします。何かあります？はい、ありがとうございます。はい、ということで、コミュニケーションの手段ですね。まあ打ち合わせをするにあたってできる限り相手の顔を見てオンラインでコミュニケーションを取りたいという気持ちは非常によくわかりますし、まあ、基本的にそういったやり方が取れるのであればそういった手段を取っていただくのがベストかと思います。ただ一方で相手がツールを使いこなせない、使えないという問題を感じられている営業の方も非常に多いと思います。実際に、御社の中でもですね、営業されていく中でお客さんのリテラシーが追いついていない、こういうツールを使ったことないという形で警戒されてしまうみたいなこともよく起こる話ではありますので、じゃあこの問題を解決するためにどうするかなんですが、まあ、そもそもはオンラインで商談をすることが目的ではなくて、相手としっかりコミュニケーションを取りながら最終的には受注をいただく、そこがゴールになりますので、あまりオンライン商談にこだわりすぎる必要はないかなと思います。なので現状でいけばコミュニケーションを取ることを最優先で考えたときには、もうオンラインでつなぐことが難しければ電話だけに絞ってしまうであったりとか、例えば相手が LINE を使っているのであれば LINE でつながらせてもらって LINE で通話するであったりですとか、最近でいけば、まあ、Google ですとか Facebook のメッセンジャー、いろんなツールでテレビ会議、ウェブ会議が非常にしやすい状況になっているかと思いますので、まあ、そういったツールの使い分けですね、ツールに固執しすぎないということも、まあ、社内のルールによってちょっと変わってくるところもあるんですが、基本的にお客さんとコミュニケーションを取るということを最優先で考えたときには、そちらを一つ考え方として持っていただく必要があるかなというところでございます。はい、ということで、ここでのポイントですね、商談開始前に、商談は始まっているというところで、できる限り商談をスムーズに、かつ相手にストレスがなくですね、ここで結構大事なことっていうのが、オンライン商談っていうのは後ほどもこうさせていただきますが、非常に集中力の切れやすい手段、打ち合わせ方法でございます。これもなぜかというと、今ですね、この私の講義を聞いていただきながら、普通に内職しようと思えばできちゃうわけですね。ちょっとメールが来たからメールを返しちゃおうとかですね、あ、チャットが来たからちょっとチャット返しちゃおうみたいなことがすぐにできちゃうわけです。こういった形で、他の作業、他の情報が入ってきやすい環境で打ち合わせをしたり、コミュニケーションを取っておりますので、このような環境下においては、人の集中力が削れやすい。なので、何かちょっとストレスがあったり、めんどくさいなであったり、そんな状況が起こってしまうと、顧客離れが起こってしまう可能性が非常に多分に強くありますので、そういったことができるだけ発生しないようにストレスが少ない環境を事前に作るということをぜひ意識いただきたいなというところでございます。はい、では続いてのポイントなんですけども、商談開始直後にマインドを整えよということで、これはまあマインドセット、心の準備をしっかりしてもらいましょうということでございます。これはですね、会話をしながら盛り上がるということがオンライン商談は非常に難しいです。相手の様子を探りながらというコミュニケーションが取りづらいので、オンライン商談の成功するか失敗するか出だしで決まるケースが非常に多いです。なのでスタートでちょっとつまずいてしまうと、なかなかそこからその商談中に巻き返すっていうことが難しくなってしまいますので、できる限りスタートはつまずかないように、じゃあつまずかないように何をすべきかなんですが、結構商談の中でお伝えをしていないポイント、今回ちょっとロープレも見させていただく中で感じた点だったんですけども、商談の今日のゴールや目的が何かということをちゃんと伝えていらっしゃいますでしょうか。今回の商談は何かを説明することが目的なのか、何かヒアリングすることが目的なのか、いろいろ情報を教えてもらうことを伝えることが目的なのかという形で、オンライン商談というのがなかなかその30分1時間という形で長い打ち合わせに向かないコミュニケーション手段です。でこれはもうオンライン商談というツールの都合上、人の集中力や気持ちが持たないんですね。ここ最近でいくと、緊急事態宣言中、ズーム疲れという言葉が、少しツイッター上で流行りました。で、ズーム疲れがなぜ起こるのかなんですが、人はコミュニケーションを取るときに目から入ってくる情報をうまく駆使しながら、相手がきっとこう思ってるはずだとかですね、予測をしながら会話をするんですね。ただその予測をするということがオンライン商談で情報が限られてしまうために難しくなってしまいます。なのでうまくやろうということがなかなか情報が限られていく中で大変で難しい。難
しいということと、これは実はお客様も同じ状況です。なので、この営業さんはどう思ってるのかな、何考えてるのかな、本気なのかなみたいなことを、対面であれば温度感や雰囲気、空気感っていうのを伝えることができるんですが、なかなかそこまで感じることが難しい。なので、オンライン商談は聞く側も探りながらですね、相手の様子をしっかり見ながら考えながら話を聞かなければいけないので、非常にストレスが大きいコミュニケーション手段になってしまうというところです。なので、いろんなことをいっぺんにやろうとする手段ではないということです。なので、オンライン商談を使うにあたっては、目的を明確にして、その目的を達成するためにしっかりコミュニケーションを取っていただくのがベストということをぜひ押さえていただければと思います。なので、一番最初は上に書かせていただいておりますが、今日の商談の目的をちゃんと伝えることが重要ということです。で、かつですね、しっかりと自己紹介を行っているか、これは特に新規で、お客さんとコミュニケーションを取るときに、自己紹介をちゃんと行ってくださいというところです。なぜかというと、通常対面で会っていれば、こういう人なんだっていうのを見た感覚で、お客さん自身がつかむことができます。真面目そうな人だなとか、一生懸命そうな人だなとか、ちょっとチャラいなとかですね、いろんな情報をお客さん自身が持ってくれています。持てるようになってるんですね、対面で会っていると。ただオンラインになってしまうと、その得られる情報というのが非常に限られてしまうがために、なかなかお客さん自身がその営業がどんな人かということを知ることが難しくなります。なので、人柄であったり自分の雰囲気みたいなことは意図的にこちらから発していかないと、お客様自身が営業のことをしっかり理解してもらえない状況が起こってしまいますので、しっかりと自分が何者かということを伝えていただく必要があるということでございます。で、3つ目ですね。今日の商談のゴールは何かということで、これは目的の方が重なるんですが、何ができたらこの商談はゴールなのか、成功なのかということをちゃんと伝えましょうということと、営業として商談中の依頼事項を先に伝えていただく必要もございます。なので、今日は一方的に説明をして終わりなのか、何か質問やヒアリングをするからちゃんと聞いておいてくださいね、考えておいてくださいねなのか、その1日のこの商談の中で次のポイントにもありますが、商談の流れやるべきことを事前に伝えていただいた方が、相手の聞く準備ができるということです。これは学校の授業を少しイメージいただくと分かりやすいと思うんですが、学校の授業で今日は出席番号的に刺されないなと思っているときと、今日順番的に絶対刺されるからしっかり話を聞こう、どちらの方が気持ちができているかというと、おそらく今日は順番的に私のところが刺されるなと分かっていれば、おそらく予習をしっかりしてきていると思いますし、しっかりと授業も話を聞いていると思うんですね。なので、今日この商談の中で私は何か質問をされるであったりとか、コミュニケーションを取らなきゃいけない、話さなきゃいけないということを相手にちゃんと分かっていてもらうことによって、商談の相手の心の準備ができるということです。なので、今日の商談のゴールはこれですと。で、今日このような流れでお話しさせていただければと思いますので、よろしくお願いしますという形を最低限しっかり伝えていただく必要がある。これは新規既存問わずですね、どちらも伝えていただきたいなというところでございます。はい。最後ですね、ここも意外と言っていないことなんですが、どれぐらい時間をいただくかも先に伝えておいていただいた方が親切です。終わりがなかなか見えない商談というのは集中力が持続が難しいので、今日は30分ほどお時間いただければと思いますので、よろしくお願いいたしますみたいな形で、事前にどれぐらい時間がかかるのか、時間の見積もりも伝えておいていただくと、より効果的かなというところでございます。で、まあ、自己紹介、今お話をさせていただいたんですけども、丁寧に行ってくださいということなんですが、これは心理学的にも根拠がございます。心理学的に丁寧な自己紹介をするというのは、偏方性の原理、心理が働きます。偏方性というのはですね、要は自分がしてもらったことを相手にちゃんと返さなければいけないという気持ちです。なので、人間の心理なんですね。なので、やってもらいっぱなしというのは、相手からするとストレスが感じやすい機能が人は持っていますので、しっかりとこちらから自己紹介をすることによって、相手の情報を聞ける可能性も高まるということでございます。なので、この点もしっかり意識をいただきたいなというポイントでございました。ちょっと下のところは同じになってしまってますが、まあですね、自己紹介丁寧に行っていただければというところでございます。で、次のポイント移っていきたいなと思うんですが、3つのないを意識してコミュニケーションを取ってくださいというところでございます。で、3つのないとは何なのかというところなんですが、3つのないの前にですね、ちょっと商談の5つの要素を先にお伝えさせてください。オンライン、オフライン、対面、非対面問わずですね、商談の基本はラポール、ヒアリング、オーガナイズ、プレゼン、クロージングという形で、これは以前ちょっとお話をさせていただいたものですが、関係構築があって、相手のニーズ確認、形成です。ヒアリングっていうのは、相手が何に困ってるかを聞くだけではなくて、ヒアリング、質問を通して相手自身に問題の本質だったりですとか、本当にやらなければいけないことに気づかせるという機能もございます。これはスピン話法
と話もさせていただきましたので、以前の動画をまた見ていただければと思うんですが、まあ、しっかりと相手に状況を確認してもらったりですとか、優先順位が何かということですとか、本当にやりたいことって何なのかを気づかせるという意味でヒアリングです。で、オーガナイズというのは意外と言われていないポイントなんですが、ここまでで、まあ、ラポールヒアリングをしてきた中で、相手が教えてくれた情報を整理するアクションというのがオーガナイズです。特にオンライン商談でこのオーガナイズ、確認の作業は非常に重要になりますので、しっかりと確認を言っていただきながらコミュニケーションを取ってください。で、それを踏まえた上で、こういう解決策がありますというプレゼンをして、クロージング、意思決定、行動誘導です。で、上位ステップ。ですね、クロージングに近いところほど前工程を常に意識し続ける必要があります。クロージングの場面になったら急にラポールを意識しなくていいのかというと、決してそうではなくてですね、クロージングをしながら当然関係構築にもつながっていきますし、クロージングをしながら相手がちょっと鈍い反応したなという時にはもう一度ヒアリングに戻ったりということも起きますので、一回終わったから次のステップに進んでもう戻ることはないではなくて、上位概念クロージングに近くなればなるほどですね、その前工程のコミュニケーションも意識いただく必要がありますというところ。で、これも先ほどお話をしましたが、とにかくオンライン商談においては相手の反応が見えませんので、認識のズレが発生する可能性が非常に高い手法になります。なので、しっかりと確認、すり合わせをしていただくのが重要というところになります。なので、ヒアリングを行ったら都度確認を入れていただく、また認識のズレがないかを確認しながらコミュニケーションを取っていただくことによって、これまた心理学で言われている一貫性の担保に貢献します。人は自分が一度言ったことに関して一貫させたいという心理が働くので、小さなイエスを積み重ねていくことによって、人は最終的にやらなければ、営業においてはですね、やらなければいけない、やるべきだという判断につながっていきやすいというところでございます。なので、常に確認を意識いただきながらコミュニケーションを取ってくださいと。というところです。で、それを踏まえた上で3つのないとは何かなんですが、相手の反応が見えづらいオンライン商談では話を聞く準備が整っていない前提でコミュニケーションを取ってください。例えば資料見ていません、こちらの話半分で聞いている可能性があります。これはですね、ウェビナーでよく言われていることなんですけども、ながら聞きながら視聴が非常に多いんですね。なので、こっちは一生懸命話をしてたとしても、相手は何か作業をしながら話を聞いているみたいなことが普通に起こるということです。また、こちらの伝えたメッセージが分かってもらえていないということで、こちらの話の内容について理解をしてなかったですか、理解や無勉強で説明を聞いているということで、要は話を聞く姿勢、態度ができていない状態、心の準備も頭の準備もできていない状態で、コミュニケーションを相手が取っているという前提で話をしてほしいというところです。なぜかというと、繰り返しですが、相手の反応が見えない、かつ相手は自分のネガティブな部分というのは基本的に相手に見せたくないわけですね。なので、分からないとかできないとか、そういったことを大っぴろげに営業に対して伝えたいかといえば、伝えたくないわけですよ。そのような状況で考えたときに、まず営業が意識すべきことは、見てない、聞いてない、分かっていないという前提でちゃんと確認を入れながらコミュニケーションを取っていただく必要がありますということ。なので、3つのないを意識していただきながら、今ここまで不明点ございませんかという確認を入れていただいたりですとか、こちらからちょっと一方的なお話をしてしまいましたが、分からない点などございませんでしたかという形で、相手にちょっと確認をしていただきながらコミュニケーションを取っていただく。そうすると、相手側も、あ、今ちょっとここどういうことでしたっけみたいな形で聞けるわけですよ。一方的に話が進んでしまったりですか、こちら側、営業する側が相手が分かっているつもり、聞いてくれているつもり、見ているつもりで話をしてしまうと、その前提がずれていってしまうので、相手はそこから戻すということができないんですね。なので、もう戻れない、分からない、よく理解できないという状態になってしまうと、相手はそこで諦めてしまいますので、その点ぜひ気をつけていただければというところでございます。はい。ではですね、続いてなんですけども、じゃあ実際に前提でどういうコミュニケーションを取っていくのかなんですが、3つの内容、意識していない言葉がどういうものがあるかというのをお伝えさせてください。1つ目、見ていないという時なんですけども、これ実際にですね、今回ちょっとロープレを見させていただいている中で出てきた言葉をちょっとピックアップをさせていただいたんですが、見ていないという方に関して意識がないと、ご覧いただいていると思いますがという言葉ですとか、こちらご説明させていただいた通りですがという形で、分かっている前提になってくると、なんとかなんですがという言葉が非常に多くなるので、気をつけていただきたいポイントでございます。また、聞いていないという前提を外してしまうと、先ほどもお伝えしましたがという言葉になります。
で分かっていないという前提を外してしまうとご存知だと思いますが、ほとですとか今回であった言葉でいくとキュレーションサイトってご存知じゃないですかみたいな形で、要はこれは相手が知ってる前提で話をしてしまうコミュニケーションになりますので、こういった言葉は使わない方が賢明だというところです。この理由なんですけど、分かっている前提で商談をし進めてしまうと相手が分かってなかった時ですね、分かっている前提でコミュニケーションを進めてしまって相手が分かっていなかった時というのは上から目線だと思われてしまったりですとか、バカにされた印象を与えてしまったり、また能力、知識、勉強不足と言われたというふうに感じさせてしまうリスクがあるということです。で、このリスクをなんとか巻き返すっていうことが難しいのがオンライン商談の難しいところです。なので相手のネガティブな反応に対して機微にキャッチアップをしてフォローアップするのが難しいというのがオンライン商談におけるリスク、難しさになりますので、こういったことが発生しないように最初から相手がストレスが生まれやすいポイントは回避しておく、回避すべきだということがお伝えしたいポイントというところでございます。なので3つの内容を意識してコミュニケーションを取るということはどういうことかというと、自己開示、情報開示というのを先にまず始めてくださいということですね。なので例えばじゃあ全ての件は自己開示からということで、私はこう思ってますがとか、私は今こうなんですがという形でまずは自分から話す。これがまた偏方性につながっていきます。自分営業する側から、基本的に営業においては相手にやってほしいことは営業からやるべきだという前提でコミュニケーションを取っていただければというのがまず1つ目です。で、情報開示からの確認ということで、一言で言うてホニャララの仕組みで、例えば〇〇の中が有名ですね、何か似たようなものをご覧になれたことはありますかみたいな形で、要はまず説明をしましょうと。で、こういうものでこういうものが有名ですけどご覧になったことはありますかみたいな形で、どんなものかまずイメージさせる情報を伝えていきましょうということです。なんで例えば今回のあったキュレーションサイトの例でいきますと、一言で言うと情報一覧でまとめたサイトの仕組みでございまして、例えば食べログなどが有名ですね、何か似たようなものってご覧になれたことありますかみたいな形でコミュニケーションを取っていれば、相手からすると答えやすいわけですね。質問で相手が答えられないときっていうのは、質問の意図がわからないときと、質問の意味がわからないときと、回答のイメージがわからないときですので、そういったものが発生しないように、情報開示を先にしていただくのが大事というところです。で、またここですね、相手に質問して答えてもらったときっていうのは、知っていたら、いや、さすがですね、素晴らしいですね、こういったちょっとした言葉がですね、相手との関係構築につながっていきます。で、知らなかったらフォローしていけばいいだけですよね。あ、わかりました。ありがとう。ご回答いただいてありがとうございます。ではもう少しだけちょっとこの部分について説明させてくださいという形で、まずありがとう、感謝の言葉を言ってください。質問に答えてもらったということに対して感謝の言葉を伝えて、そこからフォローしていくというところですね。結構この営業で、ここ資料に入れてないところだったんですが、ありがとうの言葉の回数というのがトップセール数ほど多い、売れていない営業ほど少ないというのが実際に実験の結果で出ておりました。なのでぜひちょっとしたことで構いませんので、相手が何かをしてくれた、質問に答えてくれた時というのは感謝の言葉をぜひ伝えていただきたいなというところでございます。では今お話しさせていただいたポイントにつながってくるんですが、3つの内容を意識した上で、まずはイメージを持ってもらう前提を揃える情報を事前に準備していただく必要があるということです。例えば先ほどのキュレーションサイトの例で見たときに、意識共有、前提合わせ用のページであったり資料を準備しておく必要があるということですね。なので例えばキュレーションサイトをお伝えしたいなと思ったときは、キュレーションサイトの実例を何個かピックアップして出しといてください。そうすることによって、ああこれねっていうイメージが持てるわけですね。なので営業は言葉だけで伝えるというのが特にオンライン商談など難しくなりますので、画面共有はしっかり活用してください。で、事前にこういう話をしようとイメージを持っておけば、何を事前に準備しておくべきかというイメージが湧っていると思いますので、できる限り商談中、話し中に検索をしながら話すではなくて、見せたいページは事前に準備をしておいて開いておいていただく必要があります。その理由はまた後ほどお伝えをしますが、ストレスを減らすというところに貢献するからです。なのでここで2つ目のポイントで挙げてますが、できる限り口頭だけでの説明は避けてください。会話やヒアリングを行うときは顔を見ながら、見せながら話すことが大切なんですが、説明をするときに関しては何か相手がイメージできる、想像できる資料というのを準備してお伝えをいただくのが大事というところでございます。
です、ここですね、ウェブサイトを使った説明、おそらく御社だと多くなってくると思うんですが、ウェブサイトやデモ画面を見せながら説明するときというのは、情報が散らばってしまいがちです。このページのこの点についてはみたいな形ですとか、こういうことですねみたいな形で、いろんな情報をお伝えしやすいとは思うんですが、相手が本当にそこでついてきているかどうかというのが難しいケースも非常に多くありますので、説明をする、ウェブサイトやデモ画面を見せながら説明をする際は、その説明が終わった後、今説明した内容のまとめスライドというのを作っていただいた方が良いかなと思います。もちろんこれ商談によって伝えている内容が変わってくるケースがあるので、まとめのスライドというのが全部同じにならないケースもあると思います。その時にはメール本文の中で構いませんので、議事録のような形で今日お伝えさせてもらったポイントはこちらですみたいな形で、内容を別でまとめていただく機会は作っていただいた方がいいかなと思います。で、まあ、2つ目のポイントを書かせていただいておりますが、伝えた内容の整理をしてしっかり印象を記憶に残す必要がございます。直結してもらえなかった時っていうのは、持ち帰って、もしくはこの商談の後に会話をしながら、お客さん自身が思い出しながら、最終的に意思決定をすることになります。ただ人というのは忘れやすい生き物ですので、すぐ忘れてしまうわけですね。なので忘れられてもいいように、絶対に忘れちゃいけないポイントを先に準備して伝えておく必要があるんだということです。なので人が情報として覚えやすいポイントは何か、箇条書きでまとめてあるものですので、パッと見た時にあのこと言ってたなと思い出せるような形で、情報を箇条書きにしてまとめていただくのも大事というところです。またこのタイミングでですね、不明点や気になったポイントのヒアリングもできやすくなりますので、ぜひまとめスライドを作っていただいて、今お伝えしたのはここの点だったんですけども、何か不明点ですが気になったところはありましたかというコミュニケーションの一つの手段としてもご活用いただけると思いますので、3つの内容を意識しながらですね、こういったことを意識しながら活用いただけながらコミュニケーションを取っていただきたいなと思っております。続いて視線です。目の動きなんですが、これは誰の目の動きかというと、お客様の目の動きです。今回スライド、打ち合わせの動画を拝見させていただいた中で、一番気になった点が実はこの視線の動きでございました。具体的にどういうことかというと、どこを見たらいいのかが相手にちゃんと伝えていないがために、視線が迷子になってしまっているんじゃないかというところです。どういうことかというと、視線って要は何を見たらいいのかっていうのが分かりづらいくなってしまうと、結局もういいやと、人は嫌になって面倒くさくなってしまうということです。で、今回のご説明をいただいた中で感じた点なんですけども、マウスで場所を言ってしまっている。なのでマウスをぐるぐる回してみたりとか、マウスで指さしてみたりというところなんですが、マウスって非常にちっちゃいので、相手がそれを気づいていないケースもあるというところです。なのでちゃんと見てほしい箇所を口頭で伝えてください。また人の視線の流れを意識いただきたいということで、人が資料を見るとき、日本人の特徴ですが、Z 型か F 型があります。Z 型、F 型というのはこのところになるんですけども、Z 型というのは基本的に全て左上からスタートになります。左上、右上、左下、右下という形で動くのが Z 型。F 型というのは箇条書きで、上から右に流れていく。それが終わったら次の項目という形で、人の目が動いていく、視線が動いていくというところでございます。なので資料で何か情報を伝えるときもですね、 Z 型、F 型という形で資料、メッセージも意識いただくべきだというところですね。で、視線をコントロールするためのポイントとしては、視線の流れの中に余分な情報を入れないようにしてください。具体的にどういうことかというと、伝えたい情報を視線の流れに合わせて隣接させる必要があるということです。なので右左上行って、右下行って、今度左下行って右上行ってみたいな形で、視線が前後行ったり来たり行ったり来たりっていうことをできる限り少なくしたいんですね。なので情報を伝えるとき、シンプルに伝えるためには、できる限り目を動かさずに相手は情報を得られるということを意識いただくべきだということです。なので視線の移動回数を少なくすることで、視線の迷子を減らすということと、もう一つ、相手側が視線の迷子になってしまう理由として、営業資料内における違和感です。何かというと、等間隔になっていないものですとか、端が揃っていないものっていうのは、人は気になってしまうんですね。そういったちょっとした気になりというのが、相手の集中力の欠如につながってしまうので、ちょっとここも気をつけていただきたいポイントというところでございました。では続いて関係構築のコツというところなんですが、ちょっとまた先ほどのスライドに戻ってですね、質問をさせていただければと思います。途中からご参加いただいている方、こちらですね、スライドというものがありますので、スライドと検索をいただくこちらのリンクですね、入力をいただいて、32606とクリックをして、ちょっとスライドを皆さん開いていただければと思います。
ではですね、ちょっとスライドでまたアンケート質問を出させていただきますので、こちらをご覧いただければと。今、質問を出させていただきました。スライドまた開いていただくと、対面商談と比較してオンライン商談で感じるお客様の印象ということで、マックス星5つの中で、皆さんのご意見をいただければと思うんですが、一番マックス5、星5つつけていただいたときが、オンラインでもオフラインでもあまり印象が変わらないというところです。逆に星が減れば減るほどオンライン商談の方がちょっとストレスを感じているみたいなところで、どれくらいちょっと自分の中でオンラインとオフラインで差を感じているかということをぜひ教えていただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。オフラインとオンラインでの商談の違いということで、一番5というのがあまり変わらないという感想です。で、1というのがもう全然違うなという感想になっていきますが、ご回答ありがとうございます。やっぱり2と3が多いですね。やっぱり多少ストレスを感じていらっしゃる方というのが非常に多いと思いますので、今のところ3が多いですかね。はい、ありがとうございます。こういった形でやっぱオンラインとオフラインにおいて商談をする営業側もやはり印象が変わってきているというのが、まあ、ここで分かるところだと思います。皆さん感じている通りじゃないかなと思いますので、多くの方は3、ちょっとやっぱ違うなと感じていらっしゃるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ではもう一つですね、質問もいただける質問していきたいと思います。これはじゃあ後ほどまたお伝えをしたいと思います。ではですね、またちょっとスライドの方に戻らせていただいて、関係構築においてのコツというところでございます。はい、では関係構築のポイントについてですね、また話を戻させていただければと思いますが、関係構築はオンライン商談では難しいです。これは先ほど皆さんのアンケートの通りだと思います。やっぱりオフラインの方が仲良くなりやすいよねっていうのは正直あると思うんですが、ただこのご時世です。特に今後の営業の中でもオンラインでコミュニケーションを取ったり商談する機会というのも増えてくるかと思いますので、じゃあどうすればオフラインじゃなくてオンラインでも関係構築ができるのかという目線で、今日お話ができればなと思っております。では、ここのポイントなんですけども、オンライン商談で関係構築のが難しいというのは、これは事実ですが、オフラインと比較してだと思います。ただオンライン商談だけで関係構築ができないのかといえば決してそうではないというところです。じゃあそれを手っ取り早くやる方法として、まず手段として何があるか、ネームコーリングです。これ何かというと相手の名前を呼びましょうというところです。これも非常に当たり前といえば当たり前で有名なことではあるんですが、意外と言っていないところが、言っていない営業が多いんですね。具体的にどう呼んでしまっているか、この資料でいくと、すみません、順番前後してしまうんですが、一番下のところになります。NG 例として、先生とかですね、部長とか、お客さんみたいな形で、名前を呼んでないんですよ。なので、先生っていう人はいません。なので、例えば営業する相手、商談する相手が佐藤様だったら、佐藤先生と呼ばれた方がいいですし、山田部長とかですね、要は役職ですとか、肩書きで呼ぶ場合でも、名前プラス役職、佐藤先生、山田部長みたいな形で呼んでいただいた方が良いと。で、これなぜかなんですけども、人はですね、自分の名前が一番居心地がいい、心地が良い言葉だという、心理学の調査があるんですね。まあ、それはそうですよね。一番自分の名前を触れる機会が多いのは自分自身ですし、自分のアイデンティティを形成するものになりますので、しっかりと名前を伝えていただくというのは重要になります。じゃあどのタイミングで伝えていこうかなんですが、最初と最後には必ず名前を入れて挨拶をしてください。佐藤先生、本日はお打ち合わせのお時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。みたいな形で、先ほどのありがとうという言葉と名前を伝えるっていうのは、これがもう関係構築においては非常に重要なコミュニケーションの誰でもできる手法の一つです。なので、しっかりと名前呼んでますかというところです。実は今回のロープレを拝見させていただいた中でも、名前を実は呼ばれてなかったんですね。先生という形で呼んでしまっていたので、これだとなかなか関係構築に貢献していかないというところです。で、関係構築ができないと何が起こってしまうのかなんですが、相手にとって、お客さんにとって営業への重要度が上がっていかないんですね。なのでこういう重要度が上がっていかない弊害として何が起こるかなんですが、お客さん自身がその営業のために頑張ろうとか
手続きをしようとかちゃんと進めようと気持ちが生まれないということになります。なのでお客さん自身がこの営業を私のために一生懸命やってくれてるなという気持ちを持ってもらえなくなってしまうので、その結果何が起こってしまうのか、お客さん自身はその営業のことを忘れてしまったりとか大事にされているという感覚を持っていないので後回しにされてしまう。結果後回しが続いていくともういいやという形で離脱になってしまう可能性が非常に上がりますので、しっかりと名前を伝えていただくコミュニケーションを意識いただきたいなと思っております。で、名前を言う回数なんですけども、心理学の実験では15分で6回を超えるとちょっと逆効果ですよという実験が出ておりました。ただ実際の商談では相手の名前を呼ぶ機会っていうのがそこまで多くはないと思いますので、意識いただくポイントとしてはとにかく最初と最後はしっかり呼ぶということと、10分に1回程度は何かしらでお名前を呼んでいただけると良いかなと思います。なので、佐藤先生どのようにお考えですかとか、佐藤先生最近お困りなことって何かありますかみたいな形で質問とセットにしていただくと結構使いやすいかなと思いますので、簡単にできるポイントですので意識いただきたいポイントでございます。あとはですね、たまにいるんですが、いきなりあだ名ですとか下の名前で呼ぶと慣れ慣れしすぎてしまうので、その点はちょっと気をつけていただきたいなというところでございます。で、もう一つですね、もう一つがですね、会社紹介なんですけども、会社紹介のタイミングっていうのは結構実は難しいんですね。というのもオンライン商談においても商談において全般そうなんですが、お客さん自身は会社紹介の話を聞きたいかというとそうではないんですと。まずは自分、特に新規はそうなんですが、この会社は取引に値する価値があるのか、価値というのは基本的に自分がやりたいこと、困っていることを解決するために貢献してくれるのかっていうことを確認したいというのが一番になりますので、会社の紹介をしてほしいとは正直思っていないです。というよりもどちらかというと何ができるのかということを説明してほしいと思っている可能性が高いので、まず前提としてですが、お客様は会社概要や歴史に興味はまずありませんということと、会社説明で3分以上話している場合は話しすぎの可能性が非常に大きいです。仮に30分の打ち合わせとなったときに3分話してしまっているなら1割で話しちゃってるわけですね。そうなってしまうとお客さんとしてもなんかちょっと何の話なんだっけ、何の商談なんだっけっていう風な気持ちがマイナスになってしまう。で、一回マイナスになってしまうと集中力が欠けてしまうので、そうならないようにしていただきたいというところです。で、会社説明で伝えるべきことっていうのは、相手のやりたいこと、困っていることの実現に対して成功確率が高い会社ですよというところです。なのでそもそも期待値のすり合わせ、相手のやりたいことのすり合わせができていない段階では会社説明を一生懸命したところで相手聞いてませんので、なので会社説明はそこまで最初の段階で力を入れなくて OK です。むしろ後半で伝えてもいいぐらいですので、ぜひここのタイミング会社説明をしすぎないようにしていただきたいというところも関係構築においては実は大事なポイント。会社説明をするぐらいであれば自己紹介をしっかりしていただいて、あなたと私という関係を大事にしていただきたいなというところでございます。はい、では最後の項目、ノイズをなくせのところに行きたいと思うんですが、その前にですね、また先ほどの、スライドをまた確認いただきたいんですが、最後もう一つだけ質問をさせてください。スライドのところでですね、上げさせていただいているのが、オンライン商談と、オフライン商談での提案の印象というところでございます。はい、こちらですね、対面商談と比較してオンライン商談で提案の印象、要はいい感触を持ててるかどうかというところで、マックス5というのが、オンラインでもオフラインでも変わらずいい提案ができているなというところで、逆に、オンラインになった結果なかなかいい提案ができてないなと感じている方は1になりますので、オンラインとオフラインに変わって最近どのように自分は商談について感じているかということをぜひご回答いただけたら嬉しいなと思います。あ、続々とありがとうございます。こういう判決だと基本的には真ん中に寄っていきがちなんですが、ありがとうございます。面白いというと失礼ですが、2ですね。なかなかやっぱ提案が刺さっていかないなという感触の方が多いということですかね。なので結構やっぱ説明が響いているのか伝わっているのかどうかが分からないという形になってしまうのは非常によく分かる部分ですので、ありがとうございます。ここでいくと2が多かったというところで、皆さん感じている中でなかなかオンラインとオフラインで対面でと比較をしたときになかなか自分の言葉が伝わっていないという感触をお持ちということが分かりましたのでありがとうございます。で、今回に関してまた明日ですね、具体的にじゃ提案どうしていくべきなのかということもお伝えをしていきたいと思うんですが、提案の前で実はこけてしまっているケースもありますので、そうならないようにするポイントだけ、今日は先にお伝えをさせていただければと思います。はい、では最後もう一度スライド戻らせていただきます。
はい、ノイズをなくせというところでございますが、ノイズって何なのかなんですが、要は相手の集中力を欠いてしまう情報をなくしていきましょうというところです。で、具体的に何があるのかなんですが、その前にですね、オンライン商談はこれ今日先ほどもお伝えをさせていただきましたが、集中力が切れやすいコミュニケーションの手段になります。なのでオンライン商談最大の敵は集中力の欠如です。なのでウェブサイトを何か見せるときは事前にページを開いておいていただきたいというところと、関係のないタブは閉じておいてください。ちょっと細かいところではあるんですが、あれここのページなんか気になるなとかですね、ここのタイトルちょっと気になるみたいな形になってしまうと、そっちに意識がいってしまって、ちょっとした間って、まあ、気持ちの空白、耳が傾いていない空白の間が生まれてしまうんですね。でその時にこっち営業する側は話したつもりになっていても、相手側は間が起きてしまっているがために伝わっていないという事件が起こります。なのでそういった事件が起こらないようにするために、余計な情報は先に消しておくというところです。でかつですね、ウェブサイトを見せるときにはスクロールの動きはできる限り少なくしてください。行ったり来たりという形になってしまうと、相手の視線が動いてしまっていて、ここまた集中力が削られてしまう理由になるというところです。でまたですね、これ結構やりがちなんですが、出した資料をそのままにしてしまっていたりとか、スライドがそのままになってしまっているという営業の方結構多いんですね。で冒頭お伝えをしましたが、説明をするときにはしっかり資料を出してご説明はいただきたいんですが、説明が終わってヒアリングをしたりとか、こちら側から資料に関係ないコミュニケーションを取りたい、メッセージを伝えたい、要は自分の顔を見せた方が良いなという場面では、必ずカメラを一回閉じてください。画面共有を閉じていただいて、自分の顔が映る状態にしてください。これは相手が映ってるか映ってないかに関係なく、相手に自分の顔が見える状態を作るということが重要になりますので、ぜひカメラの使い方ですね、画面共有をそのままにしないということは結構忘れがちなポイントなので意識をいただきたいということと、もう一個ですね、場面が切り替わるとき、資料を変えたりですとか、カメラを一回戻して、もう一度資料に落としたりするときっていうのは、一度確認をしてください。こちらの資料見えてますか？であったりとか、こちらの顔って映ってますかみたいな形で、場面が変わるタイミングで今日は相手の気持ちも切り替えがしやすくなりますので、この画面を変える、情報を変えるというのが相手の反応が見えない時だからこそ、こまめに画面を変えながらですね、カメラにしたり資料にしたり画面共有閉じたり開いたりみたいな形にすることによって、相手の集中力を持続させやすくなるというところです。なので一番ここの下に書いてありますが、資料や画面が変わるときには必ず一声かけてくださいねというところでございます。これが集中力が切れやすいところからを回避するためのコツというところでございます。で、ストレスのない会話をぜひ意識してくださいということ、これはちょっと以前お話しさせていただいたポイントなんですけども、声の聞き取りやすさです。で、声の聞き取りやすさで、今回ちょっとロープで拝見させていただいたときに、マスクをして打ち合わせをされてました。で、これが職場にですね、他の社員の方がいらっしゃる場合であれば仕方がないと思うんですが、もし周りに誰もいないときは、できる限りマスクは取ってお話しいただいた方が良いです。というのも、相手は営業の表情ですとか顔が見たいんですね。なぜかというと、信頼できる人かどうかっていうの判断をわざわざ対面もオンラインですけども、コミュニケーションを取ってリアルタイムで話をしたいというわけですので、どんな人かという情報もお客様側からすれば知りたい情報になります。なので営業が意識している以上に、営業の顔というのはお客様は非常に意識をして見てますので、ぜひ顔が見えるような状態が作れるのであれば作っていただきたいですし、周りに人がいる場合は事前にお伝えをしてください。今ちょっと周りに社員のものもおりますので、マスクつけたままお話しさせてくださいという一言があるかないかも全然印象変わりますので、こういった細かいところですが意識をいただきたいポイントというところでございます。また、笑顔、表情、見た目の印象で安心感が全然変わってきますので、できる限りリアクションはオーバーに撮ってください。なかなかですね、カメラ越しで表情って伝えづらいんですが、なので 1.2 倍もしくは 1.5 倍増しぐらいでですね、声の大きさ等々も含めながらオーバーにリアクションを撮っていただきたいなと。あとも共感しながらですが、先ほどのありがとうを伝えていただきながら、相手が話しやすい状況環境を作ってコミュニケーションを取っていただきたいというところでございます。はい、ということで、今日お伝えをしたかった内容は一旦以上でございます。また明日クロージングですが、提案について詳しくですね、お話をしていきたいなと思うんですが、まあ、対面なしで制約できる営業を育てるというところが今回の講義を通してお伝えしたいことになりますので、先ほど見ていただきましたスライドのところでですね、明日話してほしいことですとか、今日のご質問などをいただければと思っておりますので、はい、こちらですね、スライドの方から、今おそらく Q&A の画面が出ているんじゃないかなと思いますので、そちらの方からですね、そのままタイプで、質問、
タイプ your question と書かれている項目になっているかと思うんですが、そちらの方に今日の感想であったりですとか、明日話をしてほしいこと、聞きたいことなどがあればご記入をいただければと思いますので、最後ご協力をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、本日は一旦こちらで、私からの講義は以上でございます。先ほどお伝えお願いをさせていただきましたが、感想ですとかご質問等はスライドのところに書き込んでいただいて、明日の講義でも解説をしていきたいなと思いますので、気になる点ですとかご質問があればご記入をお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。では、本日はこちらで私の方から以上となります。ちょっと YouTube の接続が繋がっていなかったようでしたので失礼いたしました。こちらクラウドで保存しておりますので、動画はまたアップして皆さんにお届けできるように大石様にお送りさせていただきますので、また復習用でご確認いただければと思っております。で、私からは以上となりますが、大石様ありがとうございます。ありがとうございました。すごいためになりましたね。それ反省点見つけていただいてありがとうございます。明日のクロージングも楽しみにしていますので、はい、ありがとうございます。では、本日はこちらで以上とさせていただければと思います。皆さんご覧いただいた方はぜひ感想をご記入いただいて、明日の話の明日解説をさせていただきますのでご協力をお願いいたします。では今日は以上でございます。おいつもこちらで今日は以上とさせていただきます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ではこちらから接続を切らせていただきます。感想のご記入だけ、最後ですね、よろしくお願いいたします。ではまた明日よろしくお願いいたします。失礼いたします。失礼します。